どうも、タケオネットです。今日もよろしくお願いします。今日はジンを飲みたいと思います。久しぶりのジンです。こちら、エギュベルジンを飲みます。昨日から冷凍庫でキンキンに冷やしております。ジンはですね、アルコール度数が高いんで、ウイスキーもそうですけど、凍らしても凍りません。ちょっと開けます。はい、開きました。ということで、早速まずはストレートでちょっと味見をしたいと思います。これでいいのかな。こんな感じで開いちゃいました。詰めるんでこのまま詰めますね。あ、この方がいいや。少ししか出ないから。なるほど、これはいい。ではいっぱいいただきます。あ、ちなみにあのボタニカルがですね、もちろんジュニパーベリー入ってますけど、あとカモミールとアンジェリカ、それとコリアンダー、この4種類のボタニカルになってます。非常にあのシンプルな作りですね。いただきます。ジュニパーベリーが後から来ますね。それではジントニックといきたいんですけど、その前にちょっと単純にソーダで割ってみますね。炭酸割り、ソーダはいつものソーダストリームです。今日も強炭酸。はい、ではソーダ割りできました。いただきます。あー、ちょっと薄まる感じ。あ、ちょっと薄すぎましたね。もうちょっとこれ入れよう。出さないとこれは味がしないぞということで、ちょっともう一杯飲んでみます。1対1ぐらいでいいかな。結構ですね、刺激の少ないジンなんで、どっちかといえば 甘めのジンですね。ですからジュニパーの香りも立ちますんで、あんまり薄めない方がいいと思います。それとやはり前の日からこうやって冷凍庫でキンキンにね、もうこの辺凍ってますけど、キンキンに冷やしておくのがおすすめです。価格はですね、だいたい2200円前後で売られてます。ネットでですね、そんなに高くはないですね。ちょっとソーダ割り飲んだ感想は、あ、ストレートの方が好きかな僕はと思いました。さ、最後に、ジントニックを作ります。はい、炭酸の強みが好きなのでちょっと炭酸を足しました。いただきます。これはジントニック合いますね。甘い感じが美味しいです。ジュニパーの感じもしっかり残っていて、ただやっぱりストレートで飲んだ時に比べると、他のあのコリアンダーとかの風味が少しやっぱりあんまり感じられなくなります。ただこれ、このジン自体が甘口なんで結構甘くなります。ジントニックにするとお酒飲めない方でも結構薄くね作って気軽に飲めるかなって味です。ジュースみたい。はい、ということで今日はエギュベルジンをやってきました。非常に珍しいフランスのね、プロバンヌ地方にある修道院で作られているジンだそうです。価格も2200円程度、ということで、最近のクラフトジンに比べるとお買い求めやすくなっております。甘口で美味しいです。ぜひ一度お試しになられてはどうでしょうか。ということで今日はこのぐらいで終わりたいと思います。タケオネットでした。最後までご視聴ありがとうございました。また見てねー。